ダメだ。取れた取れた。夫が眠るグラウンドゼロ。やっぱりここに来るといい、まあ、主人だけじゃないのかもしれないですけど、何かこう無念さみたいなものもね、こう伝わってくるので。杉山晴美さん、当時銀行員だった夫陽一さんの転勤に伴い、家族でニューヨークで暮らし始めました。ピーちゃん楽しい？あ、リキも楽しい？いいね、プール楽しくてね。はるみさんのお腹には新しい命も宿っていました。陽一さんの職場はハイジャックされた飛行機が突っ込んだビルの80階です。その日の夜、早く帰っておいで、待ってるからね。せめて夢の中で少し早く会おうね。行方がわからないままテロから半年後、三男が誕生。それから間もなくして陽一さんの遺体が見つかりました。残された三人の子供たち、晴美さんにはある決意が芽生えていました。夫の肉体はテロによって奪われますけど、心は奪われちゃいけない。幸せを感じる心を絶対取り戻して、そうやって子供たちを育てていくんだって。 Its military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps. 一方、アメリカはテロとの戦いを掲げ、アフガニスタンやイラクに侵攻します。20年経った今も断ち切れない憎しみの連鎖。やっぱその繰り返されるのを見た時のその落胆っていうのはすごく大きくて、本当この20年のこのタイミングでこういうことがまた起きて、考えさせられますね。憎しみや悲しみとどう向き合い生きていくのか、晴美さんも迷いがなかったわけではありません。大切なことに気づいたきっかけは、子供が友達に言われた一言でした。お友達が別にその悪気とか全然そうじゃなくて、もう子供の純粋な死んじゃったの悲しかったみたいな話をしてるのが聞こえたんで、大丈夫かなと思って。元気づけようと帰り道に立ち寄ったのは、子供たちが大好きなアイスクリーム屋さん。みんなわーっと喜んで、はしゃいで食べてて、私たちができることっていうのはこうやって日々壊されかけたこう幸せとか子供たちの明るい笑顔とか、そういうものをこう積み重ねていくことが、やっぱり私たち市民がやるべきテロへの抵抗ってそこじゃないかなって、そういう子供の顔を見ながら思って。子供たちはすっかり大人になりました。結構お母さん抜けてる感じなの？うん、そうですなんか昔とか酔いつぶれて、で
か父が迎えに来るみたいな話を聞いてらっしゃる。憎しみに満ちた日々ではなく、笑顔で歩むことを選んだ晴美さん。子育てですから、もう紆余曲折いろんなこともちろんあったんですけど、でもやっぱり楽しかったなっていう。最後うちの主人が、まあもう楽しむだけ楽しんだから、もういいんじゃないって、そろそろ来ればっていうぐらいまで、まあ楽しんじゃおうかなっていう。